遠い未来のために会社が成長するためにも脱炭素のある未来を作っていこうっていうことをやることが実は会社の ほう一つの方向性にななるんじゃいいですかっていう話をして技術が終わりでもこうそれをスケールするコマーシャライズするというところでなかなかその経験をあのされてきたあの経営人様が少ないのでコストではなくてオポチュニティだというのは私あの本気で感じているんですけどもただそのオポチュニティを具現化するためにはやはりテクノロジーのサポートであったり、えー、それなりの資金集めこれも重要になってくると思います。 今を動かす地と出会うニュースセッション本日は住友林業株式会社とニュースピックスのコラボ企画で脱炭素時代の経済最高戦略ということでゲストの方々と議論していきたいと思いますよろしくお願いしますではゲストの方をご紹介しましょう住友林業株式会社代表取締役執行役員社長三吉敏郎さんですよろしくお願いします三吉ですよろしくお願いしますあの三吉さんはあの入山先生の センスメイキング理論に非常に共感されていらっしゃるということでよく社員の方にもお話しされていると実は大熊講堂でもうだいぶ前なんですがお話をお聞きしまして「センスメイキング」のスライド経済のの早稲田ご出身でいらっしゃを。そうなんですそれ以来社員に腹落ちをして一緒に仕事をしていこうということでセンスメイキングはいつも使わせていただいております。 入先、ね、あの視聴者の方に簡単に説明すると先生あ僕の理論じゃないんですよね僕はあの世界で普通にあの学者が標準的に言ってる経営理論を、まあ、日本のビジネスパーソンとか経営者の皆さんにもし示唆があるかなと思って、はい、まあ 仮にお話ししてるっていう立場なんですけどセンスメイキングっていうのは一言で言うともう腹落ちの理論なんですよね、うん、これだけ不確実性が高いからこそ目の前じゃなくて遠い未来うちの会社はこういうことをやって10年後20年後30年後もしかしたら100年後の未来に向かって前進していこうということに腹落ちがあると みんんな前に進めるんですよねだけど日本の会社って結構腹落ち未来への腹落ちが今まで弱かったのでなかなかかかななな変化とかイノベーションでできなかったんですよねなので僕はこの未来への腹落ち最近そのビジョンとかパーパスっていう言い方もしますけどまさにそれが腹に落ちるっていう状態が大事だということでそれを説明する理論としてセンスメイキングっていうのを言ってましてまさにあの住友林業さんなんていうのはまさに、ね、木を使って森を作ってる会社だからそういう未来への腹落ちみたいなのがものすごく大事 なんじゃないかと思うんですよね。なんでその辺がちょっと響いて本当にいただいたのかなと。<laughs> ええ 本当におっしゃる通りで、<laughs> 今日はもうぜひそういった話も含めてで、ねはいはい、議論していただければと思います。はい、続きましてカインドキャピタルファウンダー兼代表取締役の鈴木恵り子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。鈴木です。鈴木さんはあの海外の法人もご活躍されながら、はい、まこういったテーマのあのセッションにはよく出ていただいてるんですけれども、本日はあの建設業とか、まあ、林業みたいなところのお話になるんですが、えーはい、ど,どうですかそのあたりのところでいうと。 そうですね本当に、まあ、今日のテーマ脱炭素ですけれども、うんまあ、私はベンチャー投資をしておりまして、まあ、ベンチャー界隈で10年ほど前にすべての産業が、まあ、ソフトウェア産業になるということを、まあ、あの大物の投資家が言われたんですけれども今あの、起きているのはすべての産業が、まあ、脱炭素産業に、うん、あの組み込まれていくというふうに言われているので、うん、本当にあのまさに林業であったり建設のところも非常に大きなあの役割を果たしていかれるのかなと思っていますので今日お話しできるのを楽しみにしています、はい、よろししくお願いします。はい はい、そして最後にもうご説明不要かもしれませんが、はい、早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール教授の入山ヤ恵先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。入山先生どうですか。本日のテーマ脱炭素とまあ検証みたいなところですが。僕のですね、まあ学者実はですね、まあ脱炭素で一番あの今注目されているファンド TCFD っていうファンド、うん、ものがね国挙げてやっているわけですけど、実はあれが日本に来た時の。 あのまあ、一番最初にこれやっていくぞっていう時の基調講演は実は僕なんです、ね、<ー>僕と気候問題研究所の所長さんでなんで僕らたかよくわからなかったんですけどはい、はい、ただその時にまさにあのあの脱炭素っていうのはもちろん地球のため社会のためにやんなきゃいけないんだけど同時にまさにセンンスメイキングなんですね遠い未来のために会社が成長するためにも脱炭素のある未来を作ってこうっていうことをやることが実は会社の 方一つの方向性になるんじゃないですかっていうお話をして、それが実はすごく多くの方にあの何て言うかねあのご評価いただいたんですね。で今あの少しずつそういう機運が出てきてるとは思うんですが、他方でやっぱりちょっとまだやらされ感っていうか、まあ僕もつい会社に正直してますよ。その投資家が言うからみたいなね。<laughs> とりあえず何とかして数字をまあよく最近グリーンウォッシュなんて言い方しますけど、はい、そ,うそういう会社があの世界中に日本も含めてあるのも事実なんで。 あの本当の意味での脱炭素って何なのかということを今日、ちょっとぜひいろいろお話をお二方からお伺いできたらありがたいいいなというふうに思ってます <laughs> はいはい、よろし今お話しまでしため日本では脱炭素への対応はビジネスにおいて、まあ、コストという面で捉えられている経営者はまだ少なくないのかなと。 いううところななんですすが、まあ、その認識ももう古くなってきてきおります、まあ、世界的に見ていくとは今や脱炭素戦略を推進することでビジネスを加速させたりですとか、まあ、人材の獲得にも成功している企業が次々と生まれてきているということで、まあ、もはやビジネスにおける脱炭素化の流れが不可逆となっている今日本のアドバンテージをどこに見いだしいかに戦略に組み込んで経済成長につなげていくべきか。 本日はこちらのテーマでゲストの皆さんと徹底議論していきたいと思いますえ早速一つ目のテーマに入っていきます一つ目のテーマは脱炭素をかける経済成長諸外国の現在地と いうことなんですけれども、あのまずちょっとあの鈴木さんにお話を伺いたいんですが、まあ今まさにコップ20なも開催の最中で、まあ、欧州でも新しいこう規制の審議とかが始まっている中で、まああのベンチャー投資家としてもあのサステナブル領域もずっと見てきていらっしゃると思うんですけども、まあ、最近のこう現在地世界の現在地どういうふうに見ていらっしゃいますか。はい、はい、そうですよね。ちょっと先ほどあの日本のねあの進捗について厳しい言葉もあったかなと思いますが、うん、ぜひ議論できればと思いますけど、まあグローバルに本当にあのいろいろな動きが起きていると。 でまずは欧州のところにあのお話をしたいんですけれども、まあ、欧州はねあのご存知の方も多いかもしれませんがもちろん前から法整備等も整っていて ESG という観点で E と S と G なので環境だけではないですけれども社会的なところであったりガバナンスというのを重視して、まあ、多くの企業が上場企業もまあ未上場の方もそうですけれどもあの責任ある形で成長していく ESG というものがすごく広まってきたので、まあ、欧州は進んでいる方だとは思っています。でまあ、環境配備も本当にあの多くの国がいろいろな まあエ,ネルギーエネルギーのとところからやっていますとただ同時に足元あのさらに動きがあるのはまああの多くの方もご存知かと思いますけれども米国で今年8月にあのインフレ削減法があの施行されましたのでまあそこからますますあのまあ環境にあの対する対策をあのバイデン政権が行っていくという形なので米国も遅れを取らずして本当にいい、e、ところクライメートテックの投資なんかも非常に盛んになっているというのが世界の動きかなと思います。まああのまだ,まだ 何だ あの日本であったりアジアの国はそこに追随する形ですけれどもあの先ほど、まあ、腹落ちするというところもあの皆さんお話しされてまさにベンチャー投資はこう未来を作っていく、うん、あのところでして、まあ、それを体現して腹落ちだけではなくそれをもう命がけであの、まあ、仕組み化されていくようなベンチャーさんスタートアップさんがあの活躍される場ではあるんですけれどもそういったところへの投資額がやっぱり世界的にもまだ非常にまばらで、うんまあ、欧州もそうですけれどもやっぱり米国が 進んでいるので、<ー>米国はもう世界規模であの40ビリオンドルのドルあの投資があの。 ま、昨年行われて、今年もそれに近しいとまちょっと市況があのまた変わっています。けれども、それに等しい額が投資をされると言われていますが、日本ではまだまだそういった規模での投資がこのセクターには向いていないので、ちょっと今後の課題かなとは思います。あのお伺いしたいんですけど、うん、まあ僕もいろんな会社がかかっているんで、なんとなく日本の会社を見てて思うのが、やっぱりどうしてもまだこの気候変動対応とか脱炭素っていうのが。うんうん ビジネスとしてとていうよりはちょっと CSR じゃないですけど社会的にはいいけどむしろコストだよねみたいな位置づけの会社多いと思うんですよね。このアメリカとかヨーロッパというのはこれそれだけの,まあ今ビジネスあの企業が進めているというのはこれはイコールビジネスでもあるんだというそういうい感覚なんですかおっしゃる通りですね。ビビジジネネススス最大のビジネスチャンスと いう形ですのですの冒頭にも少しお話ありましたが、まあ、多くの人材がすごく流入している産業でもあるかなと思いますので、まあ、本当にあのベンチャー投資テックの業界ではトップの企業が例えば GAFA にえー行っていたものの今こういうあの主教っていうのもありますけれども GAFA ではなくやっぱり環境にあの貢献をする仕事をしたいということで優秀な本当に起業家あるいは学術分野から来られたあのまあ研究者等がこぞって入っている産業ですのでうん、うん、本当にビジネス チャンスは大きいと思っています。結構、あの有名な大学も、そういうこうグリーンテックとかを学ぶ学部設立したりみたいなこと。とかもスタンフォード大学が、何十年かぶりに初めて、ね、新しい学部を作ったのが、環境対応ですよね、はい。そうですね。そういった動きがある中で、まあ、ちょっとね、日本は、あともうちょっとなのかなというところだと思うんですが。光代さんもいかがですか、今のお二人のいていて。そうですね。あの、そういう意味で、あの、住友林業ではですね、はい、実は、あの十月の末に、できました。うん 脱炭素化支援機構これ JICN とう訳されているんですけれども、はい、まあこちらにあの出資をすることを決めましあ財源としては財政投融資あるいは民間からの出資したお金を資本金としましてでさ、ね、まざ、あ、まな脱炭素に関する、えー、事業の取り組みを支援するバンドということで、えー、出資だけではなくてですね住友林業が事業を通じて脱炭素に貢献できそうなプロジェクトをですね そのファンドに今応募することであの社員がみんないろいろ知恵を絞ってでですすね、うん、あの準備している状況またあの、まあ、脱炭素に限らずです、ねまあ、そのファンド、うん、要は資金を集めてどう技術を、まあ、育てていくかあるいは市場を育てていくかという観点ではですねこの j, j i c n 以外にも、うん、当社ではですね、まあ、不動産の,あのファンドというのは今年から始めているんですが、うん、対象となる集合住宅がですね、うん えまあコンクリートであったり木造であったりするんですがえまああのまあ欧米では有名なあのリード認証といったような環境に配慮した建築物であるということを最低条件にしたりですねあるいはそこで働く人暮らす人がまああの,の環境にとってですね非常にそのウェルビーイングという観点であのフィットウェルといったあの認証もございますのでこういったその認証取得を最低限の条件とした え建築物をバンドに入れるといった取り組みアメ,アメリカでスタートしています。うん、いや面白いですね。か面白いすごいと思います。すうん、新しいというか。でこれからやはりあのテレワークで在宅っていう話もあるんですが、やはりその、えー、会社に来てオフィスに来ていかに快適に、うん。 すごくそう生産性を高めて集中してお仕事ができるかという観点でですねそのオフィスのあり方というのも非常にこれから、うんえー、環境配慮、うん、それから人へのウェルビーイングという観点が非常に問われてくると思います、はいうん、それはつまり環境に配慮している不動産物件のほうが、はい、まあ一言で言うとファンドということはここから価値が上がるというふうに判断されて、はいるいますはい、はい なんかまさに先ほどコスト化というお話もありましたけれどもあの消費者からのデマンドとしてもそういったものが求められてくるという時代なのかなというお話を聞いていて思いましてあのまだまだでも世界的にはそういったリテラシーが上がってきて、まあ、環境に配慮したものを買いたいとか消費であのあの票を投じたいみたいな動きはあるんですけれども日本ではちょっとそこのリテラシーがまだ追いついてないであったりそういったところについてのお考えはなんかどういうふうに あのお考えでしょうかそうです、ね、あのどうしてもコストというふうにあの見がちだと思うんですがやはりそこにある付加価値、バリューというものをあの企業としてどう捉えてあのビジネスチャンスにしていくかというところは皆さんこれからあの考えていかなきゃいけないと今のすごい面白くて少し前に僕、あのユーグレーナの出雲創、うんはい、業者の出雲さんと対談したんですねで出雲さんがすごい面白いことを言っていて入山先生、見ててくれと。うん 今頑張ってるけどいろいろ言われてもいるじゃないですか、はい、5年後見ててくれともう世の中変わるぞと <laughs> <ー>完全に優雅ナ追い,追い風だって言うんですよね、うん、それは何でかっていうと今のいわゆる、えーとえー、ミレニアル世代の方々がいよいよ56年すると今多分30代半ばとか後半だと思うんで、はい、40代半ばぐらいになってきて。 あの本当ののの経営の意思決定のところに入ってくるんですよねそうすると今のミレニアルから以下 Z 世代の人たちっていうのは、うん、本当にあの僕,な僕はまあ段階順位はど真ん中ですけど僕なんかの世代よりもよっぽど環境意識が強くてだから本当の意味で環境を大事にしてる人たちが経営の意思決定に入ってくるし経済の中心になってくると。 であの世代の方々はみんな例えば普段から森に行くのが好きだったり、うん、キャンプしたりサウナやったり、うん、あのそういうところでいわゆる働いたりすることの楽しさも分かってるから不動産とかオフィスにも多分そういった環境に配慮したものとか、うんねはい、自然に近いものっていうのを多分尊、はい、ぶ、はい、もうそういうものが当たり前なんだっていうふうに選ぶ世代が相場来るんじゃないかと思うんですよね。 多分こあと世代が変わっていけばいくほどより価値が出てくるうです、ね、のより注目されていくような流れになるということですよね。あとなんか他にもあの森林ファンドを見てもらってもう一つあのファンドということでご紹介したいのが森林ファンド、はい、えこちらはですねあの欧米ではすでに30年以上前からあの資金を、うん、まあ特にあの年金の資金なんかをです、ねうん、集めて、えー、株や債券とは連動しないオルタナティブ投資の一部として 森林投資っていうものがあのもう進んできています。でなぜあの 森林、まあ、をです、ね、リアルアセットと捉えてです、ね、なぜならばの毎年大きくなっていく資産ですね年輪とともにも大きくなっていくそれと株価や債券との連動性がないというのが一つ評価されためちゃ面白いですね木はどうせ大きくなるでしょす。切らなくても大きくなっていくい、うん、年輪の数で分かりますからね,そうですねボリュームが自然に増えていく資産それがもともと林業を行ってキャッシュを生んで 配当リターンをこう払うという形だったんですが昨今、その森林の持つ新たな CO 2の吸収価値ですとか固定価値さらにあの先ほど入山先生おっしゃった TCFD からですね今後 TNFD その自然資本の価値というものが森が果たす生物多様性こういったもののでで評価を得られる え資産であるということを我々ちょっと考えてましてですねこの森林ファンドをえまあできましたらえ来年24年までにはですねえ立ち上げていきたいと考えています。 鈴木さんどうですかこ森林ファンドの可能性みたいなところで言うとはいそうですよね本当に後ほど話すかもしれませんけれども国民性としてやっぱり日本の国土をたくさん森林が占めるわけですからすごく親近感を持てるアセットかなと思いまして欧州でもやっぱりこういう取り組みがあるとおっしゃってましたけれどもさらにんかテクノロジーとの掛け合わせも可能性を感じていましてどういうふうにそれを測量していくのかであったりそのアセットをブロックチェーンに載せて管理しようみたいな動きも出てたりするので。 ので、本当に面白そうだなと思います。すね、はい。いや、日本先生。僕、最近ね、あの、やってるラジオ番組に来てもらったベンチャーの人が、はい、まさに。ドローンを使って、木を一本一本計測するっていうことを始めたベンチャーなんですよ。はい、あ、つまり、あの、森単位じゃなくて、木単位で、あの、測っていくと。で、逆に、言って今までこの技術なかったんですね。世界的にないんですよ。でも、木って当然管理する必要があるから。 そうすると実は最初にしているのがデータと計測で,、うんはい、でそれが今日本ってインフラないんですね、うん、でも逆に言うとそれをまさにうまくデータ化しておっしゃったようにブロックチェーンとかで管理していくと、うん、今ちょっと伺っていると思ったのが僕これまあ,あのちょっと素人考えで思ったのが当然これめちゃめちゃ時間かかるなっていうか普通の金融ファンドと違って、うん、森ってそれのに何十年もかかるから待たなきゃいけないなって思ってたんですけど <laughs> そういうテクノロジーが入ってくるともっと早くいわゆるバリューアップする。うん 機械が森林でも得られるのかなってちょっと素人として思ったんですけど、そういうはいかがなんですか？え、あのおっしゃる通りです。うんうん、それであのまあ森林ファンドはですね、日本でもあり得ますし、うん、えー、まあ海外でも当然、うん、あの資産としては探しているんですけども、うんうん、あのご指摘の通りですね、森林はもちろんあの CO2 を吸収して炭素をあの固定するわけですね。ただし、えー、問われているのが、うん、その 森林由来ののカーボンクレジットの質なんです、うん、本当は植えたはずなのに2年後に山火事で消えてしまったあるいは違法伐採で実はバイオマスがそこには存在しないこういったことがですねその森林由来のクレジットの評価に大きく今あの、うん、クエスチョンマークを投げかけています。うんうん でその点でですねやはりあの技術との組み合わせというのは非常に大事でございまして実は IHI さんとです、ねはい、共同でえ彼らの持っているあのえあの衛星の観測技術と住友林業が培った、まあ、10年以上にわたって地面,であの地面で収集したデータですね、うん、これはどういう樹種だったらどのぐらいの成長率で どれだけ炭素を固定しているかっていうね、ものすごくあの細かいデータを蓄積してきています。あの隅田隆裕さんって地面のデータ持ってるんですか？そうあの地上地上のデータですね。はいで今地面と申し上げたのはですね、あのバイオマスの普通あの地上に入る木を皆さんイメージされると思うんですが、あのインドネシアで展開していますあの熱帯のデータ湿地チっていうのがございます。これは地面がデータ地、いわゆるピートランドになっていて。 ものすごい量の炭素が固定された非常に貴重な土地なんですね。うんはい、ですからこの土地を破壊せずに地元の住民の人たちとどうやってその林業と一緒にね運営していくかということで、うん、あの非常にこれはあの面白い取り組みですが。うんうん あのブロックチェーンも含めてですね、本当にそのトレーサビリティとかモニタリングをいかに質の高いクオリティを維持あの質の高いカーボンのクオリティを維持するためのモニタリングをどうできるかっていうとがポイントになってくると思います。それとその伐採とかの状況は上から衛星データで取って突合してじゃあこういうふうにやったけばいいんじゃみたいな。もうより確実性の高いような形にしていくと。それでどの木をどのエリアに植えたら最も効率的に成長して長い間炭素が固定できるか、そういったあのビッグデータもです。 ね、まあディープライニングすることで、うん、樹種の選択ということもあのつなげていけるというふうに考えています。いや、僕あのそれで僕は喋ってあれなんですけど、今僕ね何年か前にある人からいや先生広島の山買わないって言われたんですよ。<laughs> で、マジ山、うん、って思って聞いたらすごい安いんですよ。で、やっぱり日本の山ってこれだけ林と森がと木が山が豊かなのにあまりにも管理されてないから価値が低くて。うん 二足三でで実は売られてるんですよね,ですね今現状ただ、日本って実はそういう意味で、逆に言うと可能性の塊で、はい、そこを管理してバリューアップしていけば、はい、実は環境にもいいし、経済的な価値も上がるっていうことですよね、はいはい、おっしゃる通りだと思います。うんうんうん いいやー鈴木さんかかがですか今のような結構ね、はい、いろんなあのあの可能性がねあるような話だと思うんですけれども、はい、いや、はい、本当にワクワクしますよね皆さんのお話聞いていただいて、うんでまあ、衛星の技術の話であったりとか、まあ、ソフトウェアであったりあるいはライダーで計測していく、はい、いろいろあると思うんですけれども本当にこれから必要となってくるのは、まあ、多様な人材がこのセクターにフォーカスをしていろんなあの意見交換をしながら技術を作っていくことが必要なのかなと思いまして、まあ、皆さん今までずっと林業を、ね、やってらっしゃった方々もいらっしゃるで まあ全く違う畑からあのソリューションを見出していくということもできますのでまあ異業種でいろいろとコラボレーションしていけたらいいいのかなとは,はい思いました例えば鈴木さんあの世界中ご覧になっていると思うんですけどあのこの最初のテーマ諸外国ということなんですけど海外の林業ベンチャーでこの辺面,面白いとか何かあるんですか そうですねあのでもやっぱり欧州の方がすごく、うん、あのいろいろありまして特にあの、まあ、ブロックチェーンの話もありましたけれどもエストニアなんかは、まあ、林業にも近い、まあ、フィンランドとかで,、うんでね、林業にも近いところもあってはい、はい、ブロックチェーンとか電子国家でもありますので、はい、それをあの本当にまさにブロックチェーンに乗せてバリューアップをして、うん、まあちょっとこれはトークンとかあのそういったウェブスリ3の概念も交えながらいかに林業の価値を上げていくか、はい、エンタメ化していくところもありますしあるいはあの本当に まあそれをリニューアブルな形であの自分の資産としていかに見ていくかみたいな取り組クもあるのでまあ面白いなとは NFT 化をするっていうところですので一つ一つに違うアイデンティティ個別の,あのものが個別性があるというところでそこにまあちょっとした森の。 あの性のような妖精のようなキャラクターを付随させて、一つ一つが唯一無理な。あの森の死人の木の、あの価値があるみたいな、そんなことをやってらっしゃるような、あ,あ,ね、あの会社もあります、ね。すごい、でも、それ一気に身近に。なりますね。はい、ね、おっしゃる通り。はい、なるほど、ありがとうございます。で、今ちょっといろんな、あのファンドの話とかも出たところではあるんですけれども、続いてのテーマに入っていきたいと思います。日本は脱炭素を実現できるのかと。 いうこととで今ちょっとこ,れここまでも日本の話ちょっと出てきたんですがあの今、現状日本の脱炭素推進、まあ、ちょっと世界から遅れを取っているのかなとは思うんですけれども課題最も課題とされる点鈴木さん、どこだと思われますか。はい そうですね、はい、あの今日は本当に勇気づけられる内容をお聞きできて、うん、JICN という、まあ、投資をされるようなものも作られたということで、うん、住友林業さんは本当に進んでいらっしゃるんですけれども、うん、まだまだあの投資とといいいう観点では日本ではは日本すすごく少ないなと思ってま先ほど、まあ、全体の世界の,あの、まあ、アメリカの投資額が40ビリオンドルほど年間あるというお話をしましたけれども、はいうん、やはりそこには 1> 1つ1つのファンドが1ビリオンドル級の大きさのファンドがアメリカにはありますし欧州にも数百ミリオンあのユーロのファンドがありますとでも日本では一方でこう本当にあの5本の指に入るぐらいの数のファンドしかないですしそれぞれがまあ100億円あって規模なので、まあ、規模感としても全然まだまだ足りないというところがあるので、うん、ぜひ多くのまあ機関投資家さんであったり金融機関さんであったりそういったところにあのお金を動かしていただいた方がいいのかなと思います。 思うのが一つと、まあ、あとは先ほどいろんな技術の話もありましたけれどもやはり日本はまだ技術が終わりでもそれをスケールするコマーシャライズするというところでなかなかその経験をされてきた経営陣様が少ないのでそこが増えていったらいいなと思うんですが。 でも今そういう兆しも見えてきているので、全く違う日本の中で起エの成長していたベンチャー、まあイ、e、コマースであろうとからあの移られてクライメートあの系の企業にうあの経営をされているような方も増えてきてますので、はい、はい、そこは楽しみにしてますす、ね、結構スータートアップ系とかも増えてきてますね徐々にねはい入山先生はどう,どう思いますか<あ>日本の課題ですね、うん、僕は実はその脱炭素とか SDGs とかでもいろんな企業さんとお話しするんですけど。うん 一番問題だと思っているのはちょっとズバリ言うと怒られるかもしれませんけどね経営者が本気じゃないですよ、うん、大体の経営者がで、まあ、口ではかっこいいことを言うんですけど、うん、本当に心から脱炭素に取り組まなきゃいけないと思ってますかっていうと怪しいとで例えばちょっと言いますけど某あるピカピカのですね、うん、あのメディア <laughs> ニューピックス大手大大手手ニューピックかもよりエレガシー系の人がやられた素晴らしいイベントがあって SDGs の僕パネリストで参加させてもらったんですねで皆さんかっこいいことおっしゃってるんですよ。でまあ素晴らしいことおっしゃってるんですけどなんかどうもちょっと空虚に聞こえてでその時に唯一隣にいた方が ING オランダのあそこからいらっしゃってた方で。 その方だけどう見ても切迫感があるんですよね、うん、でその時に僕気づいたのがちょっと最後手を挙げて僕ちょっとねんでかっていうと、うん、気候変動まあ脱炭素って一つは気候変動じゃないですかでも気候変動って要するに例えば地球が例えばととと局所的に暑くなるってことですよね、うん、日本も実際暑くなってると。だけどやってる場所がめっちゃ空調18度で安定した <laughs> 抜群に環境のいい会議室なんですよ。 そこで地球が熱くなるって言われてもピンとこないんですよね <laughs>、はい、だからやっぱり現場の問題だと思うんですよね、うん、でそのオランダの方が必死なのはもう明確に目の前で今海水上がってるわけですよだからやっぱ必死なんですよね、うん、ところがやっぱりあの東京のど真ん中の快適なオフィスにいると気候変動とか脱炭素って言っても気づかなくてやっぱりヨーロッパとかの方が既に気候変動が起きてるし水位上がってるんで皆さん切迫感あるんですよね、うんはい、日本ははそういういい意味ででつい最近まで その辺が弱かった、まあ、最近、ね、台風が秋になっても来るようになったので、うん、なんとなく皆さん感じられてますけど、うん、あのその辺の切迫感の差というのはすごい感じますね、うん、だからどのくらい本気でやってんるのかなっていう、うん、ただ逆に言うとここを変えていかないとしょうがないですしき、ねまあ、今日住友林業さんの,あの社長さんがいらっしゃるから言うわけじゃないんですけど住林、うん、さんとかで僕もあの実はなんていうか家家買おうかなと思ったことがあって <laughs> <laughs> あの展示場行って、ね、あの <laughs> 見たんですよ、モデルルーム。はい、でで話してくれるんですけど みんなガチでね、木のオタクなんですよ。お客様、この木はここの木でございましてみたいな。詳しいなみたいな当たり前なんですけどね。なんで、だから、多分他の会社よりも、その辺の。本当に森とか脱炭素やっていかなきゃいけないんだって思いがね、もと強い。だと、それは率直に言うと、あの変な言い方言うと有利なんですよね。いや、どう、どうですか、水谷さん、今のお話。そうですね、あの。まあ、実は住友林業の創業というのは、千六百九十一年と言われまして、当時、あの。 銅山の開発で荒れた土地に植林をした ESG とか CSR という言葉がない時代だったんですけどもやっぱりそれがあの仕事のみんなの DNA としてですねうそれからあのまあちょっと先ほど森林の話をしましたが建設業にちょっと触れたいと思うんですけども。 このグラフを見ていただくとおりですね、あの皆さんちょっとえって思われるぐらい、いわゆる建設セクターから排出されているこのエネルギーベースの CO2 のですね排出量というのは37％。これあの世界で315億トン出ているうちの37％がということで、で日本はだいたい1 0億トン余りなんですけど、同じように38％ぐらいが建設セクターなんです。でさらにそれをちょっと分けますとですね、いわゆるオフィスや住宅にいる間に えー、使うあのエアコンですとか、まあ、電気製品からあのを原因起源とする、えー、排出量が約7割、これはあのオペレーショナルカーボンと英語で言うんですけれども、われわれ暮らすときの脱炭素という言葉方をしています、はいうん、それから残りの3割がです、ね、建設やまあ資材の製造、運搬、それから解体のときに関わる、えー、これはあの英語でちょっとエンボディードカーボンってあまりあの聞き慣れない言葉なんですが、はい、これは日本語で建てるときの CO2 と呼んでいます。うんうん これが大体7対3なんですねで今実はあの世の中で注目を浴びているのはこの暮らす時の CO2 をどう減らすかということで、えー、例えばあのビルであればゼブ太陽光パネルを載せてエネルギーを自給自足にするあるいは住宅もです、ね、太陽光パネルや燃料電池をつけて自家発電することで実質的にオペレーショナルカーボンをゼロにするというのが進んでいるんですが。うん あの意外とですね着目されていないのが建てるときに出る脱炭素をどう見える化してこれをサプライチェーン建材メーカーさんや設備メーカーさんそれからゼネコン私たちがどうやってその見える化した CO2 を減らしていくかという努力がですね系統立てててでできいいないんですこれ結構深刻な問題で今、先進国を中心に再エネ化が進んでいけばですねおそらくこの暮らす時の CO2 は 自然に減っていくと思います、うん、ところがこれから途上国アフリカやインドで建設が増えてくると、ねはい、この建てる時の CO をまず見える化して減らしていくという努力をしなければですね,ね2060 20年には建設面積が倍になるというふうにも言われていますのでこれが非常に重要です。でじゃあどうするかということでこの左側があの発生する暮らす時の脱炭素7割と。 建、えー、てるときの3割なんですけれども右にその対策今行われている対策が書いてありまして先ほど申し上げたみたいに省エネ、まあ、断熱性を高めて、えー、太陽光でエネルギーを省エネで作るとそれからあの、まあ、住友林業の宣伝にもなってしまうんですが木造化することでもともと排出量の少ない建材を使うことで、えー、排出量を抑える。うん、さらにはですね それでどうしても足らない分をどうオフセットするかっていうところが先ほどの森林由来だったりそれ以外のカーボンクレジットという話になるんですが実はこれまたあまり知られていないんですが京都議定書の第2約束期間に決められた HWP これハーベステッドウッドプロダクトという考え方なんですが木を伐採しても そのまままま炭素が出てしまうわけではありません、うん、家具や建物にすることで長く使うことで木材の中に固定されるというこの固定効果というのが実はパリ協定でも議論されておりましてここがですねなかなか着目されていないんですですから長持ちする家を木造で建てるあるいは長持ちするオフィスビルを木造化するそして家具を作って大切に使うということがですね 今まで気づかずに行ってきたことが非常に脱炭素に貢献しているということが言えると思います。うん、我々なんとなく木を切るとなんか良くないみたいなねえそんなイメージがありましたけど、ある意味逆できちんとそれを使ってあげればむしろ環境にはプラスになる通りだと思います。それから大事なことは切った後に必ず再植林をして再び CO2 を吸う森を作っていくということではないかと思います。 なるほどいやあのー、暮らす時の CO2 って、まあ、私たちもあの住んでる暮らしている中でね、うん、すごく目にする機会は多いんですけど確かに建てる時の CO2 みたいな話っていうのは、うん、意外と範囲知らなかったんですけど,すけど鈴木さん、いかがですかこういういの そうですよね本当に建設産業が CO2 排出に占める割合が大きいというのはやっぱりすごくあの注目されていることでして、うん、かつまあ建設産業において面白いのが、まあ、DX も進んでいく産業だと思うんですね。うん、なかなか非常にアナログなやり方でまだまだ建てられているところが多いと思いますので、うん、DX 化しながら GX 化するというかこういった CO2 の削減にあの寄与するものをすると、まあ、本当にデジタルに管理をして施工をすごくまあ効率化していくという動きもどんどん増えてくると思いますし、うん、まあ電気の使用量もこうデジタルに 管理していくと今までできてこなかったものをまあ一気に DX 化しながら脱炭素にも取り組むということができるので本当にチャンスだなとははいもうさらっとお教えしますけど GX っていうんですね最近そうですねグリーンタウンメションっていうのもはいま S X であったりいろいろありますよねはいなるほどでこれもですねあの一社ではできないのでどうやって仲間づくりをしていくかってことに今あのいろいろ努力をしていましてはいヨーロッパのそのまあ鈴木さんがおっしゃったような例えば 建設もビムを使ってですね自動で設計をデザインできるようにする技術はだいぶ広まっているんですが同時にそのビムにですね炭素の計測をできるアプリを取り付けるということが今ヨーロッパでは進んでいますこれ実はワンクリック LCA というフィンランドでスタートアップ企業が始めた建てるときの CO2 を測るソフトウェアなんですけどもこれをビムにつければ えー、図面をですね設計した時点で、はい、その建物のコストと同時に何トンの排出量があるかっていうことが見えてくるんですいずれこれがあの標準化されますと、えーまあ、食品のカロリー表示のようにこのビルは何トン排出してるよこの家は何トンだよっていうことが皆さん あの見ながらですねはい、はい、選ぶことができるようになってそれは確かに消費者意識が高まる消費者としてもね、はい、選ぶポイントとかにもなってきますよね。そうですねなるほど。数値化されるとね、イメージ弱いですからね。いきなりなんかリアルに体感しません、ね。先ほどのね、はい、あの切迫感みたいなお話も通じると思いますけど。ね、これ僕すみません。ド素人のあれ質問であれなんですけど、はい、ヨーロッパってなんとなく建物って石の文化ってイメージがあって、木の建物。 っていうのを例えば住友林業さんとかが推し進めようとしても結構受け入れてもらえるもんなんですか？あ,あの実はですねあのもちろん木の文化あのブリックの文化たくさんあるんですが、えー、世界で一番高い木造ビルはノルウェーとオーストリアのウィーンに今建っています、うん、で、えー、80メーターを超えるビルで20数階建てということでですね、えー、まさに木造の建物があのまあ CO2 脱炭素の観点からもですね見直されて。 どん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 木造建築が今増えてきている。八十メーターの建物が木造でできるんです、はい。木造ですよ。すごいですね。僕の中ではなんか最高潮にの法隆寺の。五重塔がね。<laughs> そういうイ、ね、いけてるっていうイメージですよね。<laughs> はい なるほどそれに加えてあの御社でもその長期ビジョンでミッション・トゥリング2030というものを掲げていらっしゃるということで、はい、そちらのご説明もちょっとしてますそうですね今年スタートした、えー、2030年これは SDGs の目標年でもあるんですが、はい、それまでにみんなでこういう会社にしていこう、えー、自分たちはどういう役割を果たそうということで、まあ、その事業活動を通じて、えー、環境への価値環境価値の提供それから 社会の価値を提供する。そして、まそこからしっかりと経済的価値も生み出していくということで、まあ、あの特に再生可能な森林資源、それから木造建築を中心に快適な住まいとを受けあの受け継いでいこうということで名付けたミッショントリーニングであります。であのまさに冒頭入山先生からお話になったセンスメイキングを一人一人の社員が自分の役割は、うん この、まあ、いわゆるウッドサイクルと言っていますけれども森林部門で働く人木材の部門で働く人建築分野で働く人そしてその解体した建築材でバイオマス発電の再エネの仕事をする人、うん、こういった人たちが社員がですね国内外で働いていながら自分たちはそのミッション・トゥリーリングの一翼を担ってセンスメイキングしながら事業活動を通じて環境 いわゆる脱炭素に貢献するという思いで作り上げた長期ビジョンになっています、うん、へこれウッドサイクルというのをもうちょっとちょっと難しい舌を噛みそうな言葉なんですが、はい、<laughs> サーキュラーバイオエコノミー、まあはい、サーキュラーエコノミーという言葉は結構皆さんもご存じだと思うんですけれどもその再生可能な木材資源を使って、えー、循環させるサーキュラーバイオエコノミーということで、うん、切って木材にして建築に使う。 そして長い間の役割を終えればバイオマスの燃料として燃やすただし必ず再植林をすることで再びその木が CO を吸って育ってというこのサイクルをですね回していくことをまあ我々はウッドサイクルと呼んでいますで実はこれは大きく分けて3つの,あのコンポーネントで成り立っているんですがまず冒頭でお話ししました森林部門ここではあの循環型森林ビジネスを加速しよう。循環型とというのはは守守るべき森は保護林として守ってっ 経済林として使う森は切って植えてのサイクルを回す、うん、そして、うんえー、その中で、えー、これから価値として認められてくる CO2 の吸収価値、うん、あるいは生物多様性を守る価値こういった新たな付加価値を森林ファンドの設立を通じてです、ねえー、普及していきたいというふうに考えています。 えと先ほど鈴木さんもおっしゃったんですが日本は、えーさえー、国土のです、ね、67が森林です、うんえー、これだけ山があって特に戦後植えた杉やヒノキが50年を超えて伐採期を迎えているんですが、うんえー、なかなかその木がうまく、えー、使われずに、えー、ウッドショックアメリカの住宅マーケットの高騰等で,です、ね、日本に木材が入ってきづらくなって値段も上がるし。 量も足らないっていうことが起きたのが実はウッドショックであったんですね。うん、で、これをやはり国産材を本当にすべて有効活用することで、まあ国産材を使ったあ,さあの産業林業の復あの復活、そして、えー、まあそのために必要な木材の競争力になる加工拠点、私たちこれはあの木材コンビナートと言っておりますけれども、まああの森林をしっかり回すためには。 その出口である木材をしっかりとというということ。これここは国内で作った木材で、もうちゃんと住宅を建てるっていう、サイクルを作っているっいう。で、実はまだ日本は外国産材の依存率が六割になっこれだけ森があるのに四割しか自給自足できていないっていうのは実態です。非常にもったいない状況です。あの実はね、これ家具で同じ問題起きているんですよ。あの木造の家具、家具って実はほとんど輸入材なんですよ。木造の家具って。 であのこれだけ森が豊かなのになかなか使われてなくてだから最近その家具の方で出てきて家具業界で出てきているのは北海道の森の例えばある木工屋さんがここの森でできた木で家具を作るっていうのでブランド化するっていう流れがちょっと出てきてるんですね。 でただ今それで家具でちょっと始まってるだけなんで、うん、逆にこう住宅でこれができてくると、はい、それこそブラックチェーンでね、はい、この木で俺の家作ってくれみたいな、はい、<laughs> そうですよね。ね確かに、うん 鈴木さんにこうですかそうでですすかそね本当に素晴らしいお取り組みだなと思ってすごく今、感銘しているんですけれどもなかなかこう日本ではうまくできていないストーリーテリング的なところが今週すごく素晴らしくうまいなと思っていますやっぱり大きな構想ですので多くの方を巻き込まなきゃいけないとおっしゃられていた中本当にこういった大きなビジョンにも基づいてなんか多くの方が動いていけるんだなというのはすすごく今、はい、驚いておりますあのちょっと鈴木さんに乗っかるんですけど僕もそのストーリーが大事だと思ってまして。うんうん 去年あのプロセスエコノミーという本がすごいあの小原和博さんの本が流行って僕もあれすごい本だと思うんですけど結局、人ってもう最終成果物そのものではあんまりもう差別化つかないんですよね。だけどそれがどういうプロセスで作られてきたかっていうことをそのストーリーを知ったりあるいはそこにややもすると自分が参加すると,と実はものすごい,すごい価値をが感じるっていうのがあって。 一番わかりやすいのが僕がよく使う例はねワインなんですよナパバレー、はい、あれなんでナパバレーってみんなワイ,ワイナリーツアーするかっていうとあそこに行くと一面にブドウがあってそこで皆さんが飲むこのワインはこのブドウ畑で作られてるんですよ何な,な,ならもいでださいみたいなそれに参加してからワインで乾杯ってやって飲んでそこでもうものすごい共感性を持って、はい、皆さん本国帰るとみんなそのワイン買うんですよね。はいう であそう考えると日本ってこの辺のまさに製造プロセスを透明化してそこにお客さんとかファンの方に参加してもらうっていうのがね結構まだ弱いんですね。で実は日本酒でもやろうとしてる人たちが若者出てきてるんですけどあと例えば、えー、と僕の周りだとですね三ツ星ケイトっていう会社があってそこの岩田君っていうのはあの洋服の,あのスーツの生地の染め物やってるんですよ。はい、でも スーツの生地って、原点どっかって言って羊でしょ?。はいはいはい。なんでニュージーランドに羊ツアーをやるみたいな。うん、ああ。で、そういうことをやると、やっぱりそのプロセスに巻き込まれるんで。共感して、本当の価値を感じてもらって。で、結果的に、あの、ちゃんとお金も払って、きちんとした対価で買ってくださるっていう話があって。なんか、それの家版みたいなことを目指されているのかないっていう。そうですよね。どうですか、今のお話を。そうですね。で、そういう意味では。 一番その消費者の方に近いのが最後の川下である建築部門なんですけどここはさっきお話しした通りですねまず見える化特にその暮らす時よりもこれからは建てる時の CO2 を見える化して減らしていくということと同時にやはりその木造建築住宅に限らず学校の校舎それからあのまあ老人ホームオフィスビルこういったものをですねえ日本中のまあゼネコンさんが 普通に建てられるような時代が来るというのがその国産材の振興にもつながっていくと思います,いいす、ね、なるほどいやあのちょっとこう視点ずらして、はいまあ、こういう取り組みのに対して。 なんていうんですかね、こう他のこうテクノロジーとの掛け合わせとか、まあ投資化してみたいなところで、なんか鈴木さんこういう要素ちょっとあったら面白そうだなとか、うん、なかあったり。結構無茶振りしますね。<laughs> <laughs> 頑張ります。鈴木さんなら何でも答えてくれると思って。いやなんかすごいそのさっきのストーリーの話もそうなんですけど、はいはい、あの何かの要素が掛け合わさった瞬間にすごいこう1.5倍、うん、2>, 2倍っていうふうにこうユーザーの、うん、あの何て言うんですか理解とかこうすごく深まりそうだなと思って。うんうん ましてなんかうちの読者さんとかそういうの好きそうだなと思ったので、はい、ぜひ何かわ、はい、かりましたが、はい、そうですよね、まあ、2つほどあるかなと思いますけど、はい、まあ可視化のところでは本当にいろいろなソフトウェアが生まれてますので、はい、先ほどちょっとビーム化してっていう、まあ、海外の事例もありましたけれども本当に可視化をすることによってさらにどういったものを計測しているか、うん、どういったものを KPI に受けるかが分かると思いますので、まあ、そういう CO2 排出を可視化するソフトウェアのスタートアップさんも日本ですごく増えてらっしゃるのでそれも一つかなと思いましてあともう一つ ちょっとすごくちょっとあの発想ですけれども、あの入山先生がおっしゃられたこうストーリーテリングあるいはプロセスエコノミーのところで、まあ林業の現場を見ていただくのはまあ一人一人が足を運ばれるのは難しくてもうちょっと VR を経験して、ああ、通じてこうあの森を見ていくみたいなことも今ちらほら出てきているのかなと思いますので、まあそういったテクノロジーの掛け合わせもあるかなとははい、一気に見ましたね。そうですね。本当にまあいろんな効果がね心理にはあると思いますので、本当に楽しみです。いやでも本当にねまさにあの。 人口っておっしゃってましたけど、はい、そういう形でこういろんな関わり方でいろんな方々があの関わることによってまあこうした取り組みがよりこう広くね知られていくところもあるのかなと、ねはいはい、ありがとうございます,、はい、いますでは最後のテーマに入っていきたいと思います。日本は脱炭素でで成長できるのかと いうテーマなんですけれども、まあ、ここまで本当にいろいろ、あの建設業を中心にいろいろ話を聞いてきましたが、まあ、日本だからこそ、まあ、森林のお話もあったんですけれども、日本だからこその脱炭素とビジネスのアドバンテージ。あるとすれば、まあ、どういったところかというのを、まずお伺いしていきたいと思います。鈴木さん、いかがでしょうか。はい、そうですね。はい、本当に日本文化を生かした今日、事例いくつか出ましたけれども、はい、もう少しちょっと平たい話にはなってしまいますけれども。うん あの日本って比較的真面目なあの企業様が多いのは、まあ、それはそれでまたアメリカで起きているグリーンウォッシングとはちょっと違うのかなと思いますので入山先生おっしゃったようにちょっと表面的だっていうものは日本でも少し見られるものの皆さんがやられるとなったら本気で結構やらなきゃいけないというような義務感を持たれる日本企業様も多いので、はい、もうやっていくしかないかなとでそれを計測してそれを開示していくっていう動きが進めば意外と日本企業様の方があの欧米のちょっと派手なあ あの見せかけのグリーンウォッシングよりも本質的なことが徐々に進んでいくんじゃないかなっていう、うん、ちょっとそういったあの期待も持たせてもらっています。うんうん、はい、流通損をいかがですか？そうですね。あの、はい、まあ成功するかという中で、非常にやはり課題もたくさんあるのがうん、うん、あの実際の姿です。うんうん、えま、まず、あの森林の状況ということで、先ほどお話しした通り、これだけの再生可能な資源があるわけなんですね。はいうん、国土の約7割。 でもこれがし世界でも有数の森林国なのに、えー、末期を迎えてもなかななかか切れない、うん、これはあの林業従事者の人手不足高齢化そしてあのインフラの整備が遅れている特にあの林道がです、ね、同じような山の傾斜を持つオーストリアや、うん、まあニュージーランドといった林業国に比べて林道の,あの,、えっと、めあの距離がですね 五分のいから四分のいしか敷かれていないんです。あです。はい。意外とそういう問題なんですね。はい、僕はなんかき適正だなんだと思ってたんですよ。そういう問題じゃないんですな。ないんですね。<laughs> で、またあの大きな大きなですね国有林だったりその大手の林業会社が持っている土地は別として。うん 一人一人の個人の山を持っているうか私持ってるんですよ実は山実家が新潟でおっしゃる通り山の土地を昔におばあちゃんとかが買ってでそこも崖っぷちなので家とかも建てられないんですよでそのまんまになってもうぼさぼさに木が立っているっていうもう塩漬け状態ですもうこれどうしていこうかみたいな感じに家族中でなってます はい、川口さんのお話は多分多くの方が日本に同じような悩みを抱えている方がいらっしゃると思います、はいはい、でこれは、えっと、境界線がわからないそれから相続問題いろんな簡単ではない問題があるので信託、はいはい、受益権という形にしてまとめてです、ねうん、これを管理する方法とか、うん、それからもちろんどこに何が植わっているかこれは先ほどのお話のとおりあの衛星あるいはドローンでしっかり測って、うん、えボリュームをこう調べる、うん、こういったことも必要になってくると思います。はいうん あとは機械化ですねその林業の,あの危険な現場をなるべく安全に機械で伐採作業をするような欧州に比べてかなりこの辺が遅れていますので、うん、そこは重要になると思いますそれからあの切った木材を加工する製造拠点ですね、まあ、製材工場などがあるんですけれども、はい、非常にあの規模が小さくてですねあのアメリカ、ヨーロッパに比べると。うん 本当に小規模製材事業主の方がたくさんいらっしゃいますしたがって輸入木材に比べてどうしてもコスト競争力がないですとか、はいえー、大量生産に向いていないということでこ,ここもカーナカの製造業もいかに、えー、合理化していくかということが課題になっていますので、うん、これは一緒になって木材コンビナートで皆さんと取り組んでいこうはい、はい、ということを考えたというふうふに、ねえー、思っていますなるほど。うん 入山先生いこう。いや、結構他の、はい、いわゆる農業分野とか水産業と。課題に似てますよね。人手不足とかね、はい、物理的な問題とかっていうのはう、あのう、ねあの、プレイヤーが小さくて高齢化されてて。はい いわゆる今のデジタル化とかそういったの大規模化みたいなものに何かあんまり関心がないというと怒られるんですけどみたいな方々でそこをやっぱりどうやってまとめて仲間にしていくかですよねそれは当然だと思います、うん、確かに、うん、なるほどあと他になんかあの生物多様性観点みたいなものとかでもで、ねあのー、私たち最近使っている言葉では、はい、ネイチャーベストソリューションってこれはあのまあ技術やそのテクノロジーとは違う見方かもしれませんがやはりその 脱炭素、えっと、気候変動に対するその林業木造建築の役割また、えー、生物多様性を保全,保全して、まあ、自然を守っていくというこのネイチャーポジティブという概念に非常に沿う方法でございまして、えー、日本ではまだまだです、ねえー、関心が高まっていない注目されていない分野なんですが、うん、まずあのインドネシアのカリマンタン島を中心にです、ねうん、今15万ヘクタールの,あの国からのコンセ,コンセッションライセンスこれは 劣化してしててままっった林ののライセンスを我々はあの国からもらもいますでここのです、ね、実際に林業を行っているのは20%だけで残りはあのあの劣化し始めた森を守って実際にそのオランウータンのハビタット数が増えてきたりとか<ー>あのそれをモニタリングしながら森を元に戻していくでしかも、えー、自社のあるコンセッションの15万ヘクタールだけではなくて。 えー、周りのです、ね、もっと広いランドスケープベースで環境保全を全体で取り組んでいくということをすることで,です、ねえーまあ、コンサーベーションネットワークと言われていますけれどもさまざまな絶滅危惧種がその全体の,そのランドスケープの取り組みの中で、えー、数を増やしていく元のあの,あの生活を取り戻していけるということができるのでまさにあの この取,り取り組みをですねネイチャーベースソリューションを通じて<ー>、えー、脱炭素それから生物多様性を守っていいきたこれはかなりなんか成長性が感じられる部分かなと思うんですけども、うん、鈴木さんいいかかががですありがとうございますまさに ESG の中で E がすごく注目されていて脱炭素 g h g エミッションが一番注目されてたんですけれども、うん、次は本当に生物多様性だということで、うん、今いろんな企業がいろんな観点で考えていらっしゃるので、まあ、本当に先進的だなと。 そうですねなんかこういう,、まあ、あのこう取り組みこう部分最適になってしまいがちですのでそうではなくて、うん、本当に全体感を見られて、まあ、生物多様性もあと脱炭素も同時に、まあ、両輪としてやっていかれるというのは本当に難しいとは思うんですが、うんまあ、素晴らしいなとは、まあ、いはです、ねはい、今もう世界で昆虫の種類半減してますから、ね。 めめめっっっちちちゃゃゃ減減ててん,んですすよ昆虫まだからもう本当に生物多様性はもう喫緊の課題で、はい、だからまあこの TCFD と気候変動の次はもう間違いなく生物多様性ファンドが来るんですけど、うん、ただ問題はあのやっぱりさっきの話で上から降ってきて投資家が言うからやるんじゃなくて、はい、本当にこれが我々の問題なんだっていうことをあの日本はこれだけ自然が豊かなのに意外と経営者さんの意識があの弱いと。うん ただ僕も鈴木さんに賛成で実は日本人ってすごく真面目だし、はい、実は一番自然に囲まれてる国じゃないですか海もあって山もあってで何よりやおろずの神というわけですよ、はい、つまり自然に神様がいるので我々って感覚がだから自然と共生するっていう感覚は僕は日本人ってすごい強いと思うんですね。 で欧米は別に欧米は悪いわけじゃないですけどどちらかというと自然を支配するだからコントロールしていこうっていう感覚があるんだけど日本は強制していこうっていう感覚が僕は根本的にあると思うんでなんかその思想みたいなのをうまく使ってテクノロジーと組み合わせて。 なんか新しいことができたらいいいなってうもなんかその根本があるから先ほど杉さんおっしゃってたみたいなグリーンウォッシュみたいなことがまあ起こらないような形でこういったことが広がる事業として広がっていく可能性っていうのは日本にあるという三谷さんいかかがですかそうですね、はい、その日本人の良い,良い部分そのみんなでこれをやっていこうよっていう動きが広まればですねすごくいいことだと思いますしそういう意味では やはりその木造建築に対する評価、理解というものを皆さんが普段住まれるお家であったりそれから仕事をされるオフィスあるいは学校そういったところがですね木造建築に最も適していると思いますのでそういう仲間作りできていいいいったらなと思ます僕はすみません、僕が書いてあれなんですけど僕は日本の学校はことごとく木造建築にするべきだと思っているんですよ。学校病院あと介護施設そうですね あの皆さん、僕もあのたまたま奥さんの実家がそれこそ住友リン檎さんなんですけど、あのあの木の家なんですよ。やっぱいいですよね。木に囲まれてる生活ってでそうするとやっぱり自然も実感するし。ところは日本ってあの別に日本が悪いわけじゃなくて、学校コンクリでしょで。病院も人の命を扱ってるのにコンクリじゃないですか。で、最後のもしかしたら対の住処になるかもしれない。介護施設とか老人ホームも多くはコンクリで。 ああいうのってもっと木造にできないんですか、ね、そうですね。あの実はあの被災地で東松島市にですね、うんはい、木造の小学校をあの建築する機会をいただきまして、うん、でまあ、数年経って私も訪問したんですがえっとまあ、教育長の方が来られてまあ、被災地で本当に大変な思いをされた子どもさんたちが、えー、そこを育っていくときにですね、うん、その市内の学校で 自分たちの学校が一番その自己肯定力が高くなって自信<ー><ー>を失っていた生徒さんたちが木造校舎で3年間5年間過ごすことで本当に自信を持って巣立っていったという話を聞いて我々本当にねその木造建築そのものがどれだけお役に立てたかわからないんですけどもそういうのを感じましたそれからあの住友連業実は老人ホームを運営しておりまして、はい、全国でまあ20施設あるんですがそのうちいくつかはですね 最近建てた施設を中心に木造化しておりまして夜勤をした夜勤明けで木造施設に移ってからは疲れ方が全然違うという声をですね実際にお聞きすることがありましたしそれから幼稚園や保育園の木造も取り組んでおりまして園長先生たちがですねインフルエンザの罹患率が木造になってから下がったというお話があるな。いいで今いいい分かりかりけているのが その木材は、えー、梅雨時きには水分を吸います、はい、そして乾燥している時期には水分をまたリリースします、それによって、えー、その建物の中の湿度をです、ね、適切な湿度に保つ効果があるということでウイルスがはびこりにくい環境を実は作っているのではないかということで、えー、そこは今、研究所で,です、ね、データを集めてしっかりと検証できるようにしていきたいという考えです。 これ分かってきたら、またいろんなビジネスにつながりそうですよね、鈴木さんね。はい、まあ、目がきらます投資対象。はい、はい。センスメイキング。センスメイキング。ありがとうございます。いや、ぜひ、次の早稲田大学の校舎は木造で。そうですよ。大隈講堂、木造か、木造か。木造家計画です。ありがとうございます。はい、今日は、あの、たっぷり、お話を伺ってまいりました。最後に、あの、本日のお話振り返って、一言ずつコメントをいただきたいと思います。入山先生から、いかがでしょうか。いや、まず、あの。 これだけの取り組みをされてるっていうことを僕は知らなかったんであの本当に素晴らしいなっていうふうに思ったのとあと鈴木さんがおっしゃってた実はテクノロジーででいろんなことがが解決できるる可能性があるうだからそういう意味ではまさに日本はあの世界屈指の,あの森林大国でありそれが十分使われてなかったんだけどこれからテクノロジーと組み合わまさに組み合わせることで日本の良さが出るかもしれないっていう意味ではすごく未来を感じましたし。 少なくとも光吉さんはまさにご自身が自分のやりたいことを腹落ちされてるんですよね。なんであの本当に素晴らしいなと思っていてぜひあの他にもこういったその森林とかに関わるとか関心ある方、うん、あるいは脱炭素に、まあ、もう日本人の企業の皆さんあの 興味あの間違いなく、ね、問題意識ありますから、うん、そういう中であの今日の話なんかを参考にされていただいてどうやったら自分の作りたい未来を腹落ちできるかということを考えていただく今日はすごいい,いいきっかけになったんじゃないかなというふうに本当に私もあの入山先生に続いて本当にあの今日は多くの学びがありましたしすごく感化されました。 あのまあ、こういった脱炭素の取り組みがコストかっていうのが最初のテーマでしたけれどもう、はい、もう初盤からそんなことないっていう議論でもうあの解決されてきた今日のディスカッションだったかなと思いまして本当にそれをやり方のところなんですけれども、まあ、何度かあのディスカッションがあったように。 あのまあ、本質的なことをやる、はい、であのそれにはトップのコミットメントが本当に大事だとどんなことでも、うん、まあどんな企業さんでも本当に思うんですけれども、まあ、道吉様の場合本当にこちらにいらっしゃってあの手を振るいながらこう,こうやって身振り手振りであの語ってらしたので今日は本当に素晴らしいなと思いましたし、まあ、トップのコミットメントかつあの最後の方にあった校舎にも出向かれたみたいなお話がありましたけれども、うん、まあそういった現場感も伴う形で本当に素晴らしいなと思いましたのでぜひ多くの あの企業様にまあ脱炭素、あのできると、でこういった形でトップのコミットメントと現場感さえあれば。まあいろんなことが可能なんだというふうに感じていただけたらいいんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。ますちょっと今の鈴木さん乗っかるんですけど、うんまあ、まず今鹿児島で作られているから。うん、なんかスミリン森サミットみたいなのやればいいとで、そこになんか取引先とか仲間になってほしい企業の、はい、けまさに経営者ですよね。はいはい、経営者の方に集まってもらって、はい、木と森見てもらって。うんはい 焚き火か何かしてそれで本当にあの一緒に脱炭素をどうやっていくかみたいなのを考えていくみたいなのをやってそこで光吉さんが熱弁を振るうとだいぶ世の中、くな本当に、ね、仲間集めておっしゃっているところってやっぱそういうところから、ねうん、現場感を持って、ね、お話しいただけると、ねはい、い,いいのかなと思いますが三さん最後にすあそうです、ね、本当に今日はありがとうございました。はい あのやはりコストではなくてオポチュニティだというのは私あの本気で感じているんですけどもただそのオポチュニティを具現化するためにはやはりテクノロジーのサポートであったりそれなりの資金集めこれも重要になってくると思いますそれをうまくですね融合させることでこの2030年に向けたミッショントリーニングをですね確実に形にしてそのためにやはり社員一人一人が 腹落ちしてあの同じ方向を見て仕事をしていくと同時に仲間づくりをしっかりやっていきたいなというふうに考えています ありがとうございます。あ,ますあのー、本日は本当にあの脱炭素の話からね、日本の可能性まで。言及できて、あの非常に学びの多い時間になりました。そして川口さんの実家が森を持ってるっていう<笑><笑>い。本当一部なんですけど。<laughs> もうちょっとこれ、今の話でも本当に。当事者の方、意外と多いと思うんですよね。多いいはい、はい、ちょっと情報共有しておきます。また、はい、情報いただける。はい、本日は、ありがとうございました。ありがとうございました。